白いバラ、白いバラ、白いバラは第二次世界大戦中のドイツにおいて行われた非暴力主義の反ナチ運動。ミュンヘンの大学生であったメンバーは1942年から1943年にかけて六種類のビラを作成した。その後グループはゲシュタポにより逮捕され、首謀者とされるハンスショル他五名がギロチンで処刑されたため七種類目の印刷が 行われることはなかった。彼らの活動を描いた映画が戦後何度かドイツで作られ、ハンナチ抵抗運動として国際的に知られている。日本では白バラあるいは白バラ抵抗運動などとも呼ばれる。白いバラはミュンヘン大学の学生で構成されていた。ハンス・ショルとその妹ゾフィー・ショルを筆頭に、他にもクリストフ・プロープスとビリー・グラーフ、 アレクサンダー・シュモレルの3人の学生、およびクルト・フーバー教授らが活動に参加していた。白いバラに参加した学生は、フランス侵攻、東部戦線に従軍したドイツ陸軍の機関兵であった。ドイツ青年運動に影響を受けたと考えられており、ハンス・ショルト・プロープスとはそのメンバーでる。彼らは、ポーランドのユダヤ人居住地区の状況や、東部戦線における参上を目にして、 この戦争を受け入れることができず、さらに、スターリングラードの戦いにおける、ドイツ国防軍の敗退によりいつの敗北を予感した。彼らは、ナチスのヨーロッパ支配を否定し、キリスト教の忍耐と正義を信奉していた。聖書、老子、アリストテレス、ノバーリス、ゲーテ、シラーなどからの引用が見られ、ドイツの知識階級の典型を表している。リーフレットは当初がエルン。 オーストリアなど南ドイツを拠点に配布された。これは、反全体主義のメッセージは南部においてより受け入れられやすいと考えていたためである。グループは1942年6月から7月にかけて4種類のビラを作成し、郵便などで配布した。1943年に入ると1月に5種類目のビラ、全ドイツ人への訴えを作成して各地で配布した。 さらに、スターリングラード攻防戦における1月末のドイツ軍降伏を受け、2月に6種類目のビラ、学友へが作成された。いずれのビラも平易なドイツ語で書かれており、グループが広くドイツ国民に訴えかけようとしていたことがわかる。6種類目のビラは2月14日と16日の夜にミュンヘン市内で巻かれたが、まだかなり残っていた。そこでグループは、 これをミュンヘン大学で巻くことにした。2月18日の11時前に、ショル兄弟は大学へ行き、まだ閉まっている、講義室の前と廊下にビラを置き、最後に残ったビラを持って3階に行き、ゾフィーが吹き抜けにばらまいた。この時彼女は、ナチスト員である、大学職員に発見され、アニハンスと共にその場で拘束されてゲシタポに引き渡された。くしくも、この日は、 ヨーゼフ・ゲッペルスによる総力戦演説が行われていい。翌日にはプロープストも逮捕され、残っている尋問記録から、ショル兄弟が二人で責任を取り、プロープストを守ろうとしたことが分かっている。ショル兄弟とプロープストの裁判は2月22日に行われた。彼らは、ローラント・フライスラーが裁判長を務める人民法廷、ドイツ民族裁判所で反逆罪により、 有罪となり、死刑の判決を受けた。その後、シュモレル、グラーフとフーバー教授も逮捕されて4月19日に、死刑判決が下り、シュモレルとフーバー教授は7月13日に、グラーフは10月12日に処刑された。他にも、ビラの印刷や配布を助けたり、プロープストの未亡人、孤児へ援助を与えたりした者たちが逮捕され、6ヶ月から10年の懲役に処せられた。 戦後に白いバラの活動が知られるようになったきっかけは、作曲家のカール・オルフが連合国の尋問に対して、自身がグループの創設者の一人であったと述べたことに始まる。ドキュメンタリーオーホートな監督によると、オルフはフーバー教授の友人ではあったが、政治に関心を持つことはなく、白いバラ活動には関わりを持たなかったとフーバー教授の妻は語。 フーバーが逮捕されたことを知ると、フーバーとの関わりを絶ったとも言う。一方、白いバラのメンバーを裁いた人民法廷のローラント・フライスラーは、1945年2月3日のアメリカ軍によるベルリン空襲によって死亡した。ショル兄弟を取り押さえた大学職員のヤーコップ・シュミットは、3000マルクの報奨金を与えられて承認していたが、ドイツの敗戦後はアメリカ軍に、 逮捕されて5年の刑を受け、公職から追放された。シュミットは服役中に職務を果たしただけだと主張して、御社を2回嘆願したが認められず、刑期を終えて1951年に出生した。戦後のドイツでは、白いバラの活動、中でも、ショル兄弟に、惜しみない賞賛が与えられている。ミュンヘン大学の大行動が置かれている一角は、兄弟にちなんだ。 ガッシュビスタ・ショール・プラッツ・ショール兄弟広場、隣接する広場は、プロフェッサー・ヒューバー・プラッツ・フーバー教授広場と名付けられている。1968年に、ミュンヘン大学に設置された政治学の研究所は、ガッシュビスタ・ショール研究所と命名された。また、1980年からは、バイエルン州出版協会とミュンヘン氏が、ショール兄弟賞を設立し、兄弟の考えであった自由。 市民、道徳、私的な勇気などに関連する出版物を表彰している。ミュンヘンのみならず、ドイツ各地にも、ショル兄弟の名が付けられた広場や通りがある。また、ドイツ国内の学校で最も多い校名は、ショル兄弟学校である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。